はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第222回でございます。今回テーマがいいことは自分に返ってくるっていうハテナですね。もうこれがメインテーマで、あとは、昨日の動画についてと体調が点々点とこんなところを話していきますので、よかったらね最後までお付き合いください。でいつもはメインテーマから行くんですけど、ちょっとサブの方から行っていいですか。ちょっと体調の方からね、あのですね、あのご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、自分ウイルス性腸炎になりまして、そう、先週の土曜かな、一昨日になったんだっけな、その前から金土どっちかになったんですよ。で、あのですね、そう、大変だったの。まあ大変だったよ。胃の中は空っぽになったよね、ひとまずね。で、月曜、昨日の夜からね、だいぶ安定してたんですけど、ちょっと今日月曜にまたちょっとぶり返しまして、今こう喋ってるけどね、普通にね、喋って撮ってんだけど、ただね、あんま調子良くないんですよ。そう。だから、受験対策とかの動画投稿が少し、調子良かったらね、撮ろうと思ってんですけど、あんまり声張るとね、おえってなってしまうので、少し、スローペースになるんですが、お許しください。まあその分ね、普通のテンションで話せる生放送とかは、まあ少しやりたいなとは思ってるんですけど、まあそんな感じでございます。今すげえ流行ってるらしい、ウイルス性胃腸炎が。自分は息子からもらったんですけど、みんな気をつけてね。なんか、ね、傾向としては結構すぐ治る。薬を飲むと。うち2日、まあ早ければ1日か2日で治るらしいんですけど、そうね、かかった日がやばい。そう、俺はね。まあ先生もそんなこと言ってたけどね、病院の先生がさ。だから万が一試験日とかその前後にかかってしまうと、もう試験どころじゃなくなっちゃうからね。すぐトイレ行きたくなるから。そう、だからほんと体調管理気をつけて、ね、やってください。ね。っていうのがまず1個。で、まあ昨日の動画についても先行っちゃおうかな。昨日リクエストと質問コーナーのね、動画を投稿させてもらいました。で、まあ1年に1回のお祭り動画ってことでね、やらせてもらったんですが、まあ見ていただいた方と、あと高評価ね、押していただいた方、ほんとありがとうございました。正直ですね、まあ、去年もそうでしたけど、めちゃくちゃ気持ち的にはビビりながら投稿しました。ツイッターではね、ちょっと書いたんですけど、自分ってまあ、真面目な動画をね、撮ってる人ってイメージがね、やっぱり大きいというか、そう思ってる方の方が圧倒的に多いんです。まあ、勉強チャンネルだからさ。だからね、ああいうことをしちゃうと、YouTuber っぽいことをしちゃうとね、嫌だって結構言われるんですよ。やめてください、ふざけるの、みたいな。が多くて、まあ、案の定結構登録者昨日落ちたんでね、はい、投稿したとちょっと。落ちた。まあ、その後伸びてたから、まあ、いいんだけど。で、まあ、そういう風になると。で、まあ、それでね、うわ、嫌だ、気持ち悪いって思った方も絶対いると思うんですけど、まあ、個人的には、1年に1本、別にあれを定期的にやるつもりはないし、自分は。やらないですよ。無理ですよ、俺には。やらないので。だから、まあね、1年に1回だし、と思ってやらせてもらって、で、もしあの1本の動画を見てさ、うわ、もう絶対この人の授業見ねえって思うんだったら、俺の授業動画の存在はそこまでの存在だったと思うんですよ。そうそうそう。だから、まあ、嫌な気がね、した方も、この今聞いてくれてる方の中でいたかもしれないんですけど、まあまあ許してっていう。ちょっと多めに見てくださいっていうのが自分の思いです。で、さっき言ったように定期的に撮ることはありません。自分はもともと、そう、質問来てた。学生の時からああいう感じ、ちょっと陽気な感じだったんですかみたいなの言われたんですけど、自分は全然そんなことないです。基本的に目立つのがあんまり好きじゃない。学級委員長とかは結構やりたがりでやってましたけど、こう、クラスでみんなの前で笑いを取るとかっていうのは全くできないです。全くだよ、本当に。小、中、高、大、全部無縁です、そういうから。そう、だからそういうタイプですね。どっちかというとクラスで、面白いやつがいた時にそれを見て笑ってるタイプ、ニコニコ。っていうタイプだったから。だからさ、見てわかると思うんだけど、他の YouTuber さんより面白くないと思うんだよ、俺のやつ。振り切れてないから。そう、でも自分の中でも頑張って振り切ってあそこなんだわ。っていう感じだからね。まあ、いろんなこと感じたと思うんですけど、まあ、ほんとね、見ていただいてありがとうございました。という感じです。じゃあ、本題に行きましょうかね。で、今回は、自分の経験談と、生活する中で意識してること、大切にしてることっていうのをちょっと伝えたい、共有したいなと思ってね、話させてもらいます。で、何かっていうと、その、いいことは自分に返ってくる。まあ、悪いことをしたら自分に返ってくるっていうのもそうですけど、まあ、似たような言葉ね、聞いたことあると思うんですね。で、自分はその特にいいこと、まあ悪いこともそうですけど、いいことはっていうのはすごく信じてるタイプです。そう。だから、人に親切にするとかもそうだし、見えないとこで、なんだろうな、努力をするというか、いいことをするっていうのかな。そういうのをよくやるようにはするの。例えば、まあ、身近なとこで言えば、募金とかがそうかな。
昔はね、コンビニ絶対募金してたんですけど、釣り銭を。今、自分セブンイレブンが一番大好きなんだけど、7個をね、使っちゃってるんで、7個だと小銭が出ないんでね、なかなか募金する機会が減っちゃったんだけど、そこの部分は。まあ、コンビニで募金したりとか、あとは、自分は今、定期、1ヶ月にあるところにね、毎月募金するっていうのも組んでて、もう3年目ぐらいなのかな、今。やってたりとか、そういうのやってたりするんですけど。それとか、あとはもう街中でゴミ落ちてたらひとまず拾うとかね。拾って持って帰って捨てるみたいなのはよくやったり、するようにしてます。で、これはね、その別にいい人アピールをしたいわけではなくって、そういうことをしてたら自分に返ってくるよなって思ってる。それは本当に信じてるの、それを。で、なんでかっていうと、あるね、大きな一つの出来事が、大学生の時にあって、自分があれいくつだ、大学3年の時だから、19、20歳ぐらいか、の時かな、大学生の時ね、に、就職活動って言って、まあ、会社を決めるね、まあ、就活ってやつです、よく言う。が、まあ、やってたわけです。高3で、あ、でもね、大学3年で始めたからさ。で、3年、今4年か、まあ、20、21ぐらいか。の時に、で、自分群馬県に住んでて、東京の大学まで通ってたんです、もともと。で、就活もさ、東京メインでやるから、東京まで行かなきゃいけないと。で、当然、そこの交通費なんて自腹だし、それがね、結構かかるの。就活って一社二社で決まればいいんだけど、俺十何社とか普通に受けてたから、多分20弱受けたのかな。説明会行って、試験行って、みたいな。そう。だそれで、まあ、しかも面接試験も何回もあるんだよ。1時、2時、3時、最終面接みたいな。あるから、後に進めば進むほど、どんどん行く回数も増えていく。ってなってね、まあ、バイトはしてたけど、なかなかその賄える値段じゃなかったのね。で、ある時に、東京に北千住駅っていう駅が、あるんですけど、まあ、そこを乗り換えで使ったんですよ、俺が。でね、トイレに行ったんです。そう。で、トイレに行った時に、財布を拾ったの、俺。そう。で、財布拾うじゃん。で、拾って、ひとまず中見るよね。なんか、個人情報あるかなと思って。そう。自分がしなくてもよかったんだけど、なんかやってしまって。で、いくら入ってんのかなって見ちゃうじゃん。え、見ちゃうよね。見ないかな。見ちゃうんだよ。見ちゃったんだよ。そしたら、まあ、個人情報も書いてあって、で、ものすごい現金入ったの、それ。いくらだっけな、多分ね、7、8万ぐらい入ってたかな、多分。うわ、すげえ入ってると思って。まあ、天使と悪魔ですよ、ここで。一瞬迷ったんだ、そこで。ああ、どうしようかなって。本当にお金に困ってたから、その時、就活で。でも、自分はね、ぐちぐちするタイプでものすごい俺、今でもそうですけど、一回変なことするとずっと気にするの。そう。なんであんなことしたんだろう、みたいな。それ、振り切れない、なかなか。だから、これ絶対、もしくすねでパクったら、気にすると。人生ずっとこの後。だから、すぐ届けたん。その、駅に交番があってさ、届けて。で、まあ、その後見つかったことか知らないよ。一応個人情報入ってますから、みたいなこと言って渡してきたからさ。で、そしたらね、その、2ヶ月後か3ヶ月後かな。ある検証が当たったの、俺。そう。何の検証かっていうと、就活する人がね、リクナビっていう、よくサイトを使うんですよ。多くの人が。で、自分もそれを使ってて、で、リクナビのサイトの中にたまにアンケートみたいなのがあったの。で、アンケート答えるとさ、よくあるじゃん。何名様にこれをプレゼントみたいな。で、それに当たったの、俺。そう、アンケートも普通に答えてたんだけど、それは覚えてたの。当たったらいいなとか思って書いてたから、当たってさ、何が当たったって旅行券5万円分当たったんだよね。そう。マジかと。マジかってなって、で、5万円分でしょ。で、旅行券だから親にあげたかったんだけど、でも親に聞いて、これ換金して就活代に当てていいって言ったら、全然いいよ、自分が当てたんでしょみたいな言ってくれたから、その、旅行券だとお金じゃないからさ、それを換金しに行って。で、90% だったかな、換金率が。だから、5万円が4万5千円の現金に変わったのね。そう。で、もちろんそれは就活代全部消えちゃったんだけど、そう、でもそのおかげで、就活にちょっと足しになったからさ、ありがたかったのね。で、自分は今でも、そう、タイミング的にも、あの財布を、まあ、戻したから、その分のいいことがあったんだと。で、俺、検証今まで何回か当たったことあるけど、そんな大きな当たり、それしかないもん。いや、人生でさ、そんな当たることない人の方が多いと思うんだよね。だから、それを会った時に、あ、やっぱり帰ってくるよねって、すごく思った。自分は実感したの。だから、それから余計に、気をつけるようにしてるというか、自分の行いに関しては。自分のために生きるのは大事。絶対に。大事だけど、人のためっていう、まあ、そのバランスだよね。人のためだけに生きちゃうと自分がなくなってしまうから、自分のためっていうところと、
自分のためにしたいことが人のためになってるような生き方をしようと。まあ、自分の YouTube の活動もそうかな。自分は教育が好きだからやってるだけなの。言ってしまえば。言ってしまえばね。でも、その活動が人のためになると信じてやってるし。で、もちろん事務所に入ってないからっていう理由もあるんだけど、企業案件をしたこと一回もないんですよ。で、実はあるの。個別にしてくださいって言われたことは何回かある、今までメールで。事務所通せないからさ、俺の場合は。でも全部断ってきてて、今まで。で、なんでかっていうと、自分がしたいことじゃないからっていう、それは。例えば企業案件とか何かこれを紹介してくださいとか言われたことあるんだけど、それが本当に俺が好きなもので、紹介したい、世に広めたいって思ってるものだったらいいけど、そうじゃないものを言うのは今のところ違うなって思ってるタイプ。怒られるかな、こんなこと言うと。でもそれはね、さっきの話と同じで、自分の心がないものというか、まあ、割り切ってやりゃいいことなんだよ、それはね。仕事としてやりゃいいことなんだけど。でもきっと後でまだ後悔するかなと。それをね、気にしなくなるっていうか、割り切れるぐらいに、まあ考え方が変わったらまたね、もしかしたら1年後2年後、あれ？ハイジ企業案件やってんじゃんみたいな。なるかもしれないけど、ただ今のところはそういう思いがあって断ってたりするのね。だから、まあ、そっから、まあ、ゴミが落ちたら拾うとか、あとはさ、こう、泣き面に蜂っつって嫌なことって続いたりするじゃん。そう、うわ、マジかよ、なんだよ、今日みたいな。今週何なのみたいな時ってない？俺たまにあるんだけど。そういう時も、しんどかったり、嫌なことが連続してる時ほど、いいことしようって思って。そう、流れ変えるんだよ、自分で、つって。って言って、よく生活してる。だから今も体調悪くてさ、しかも一回治ったと思ったらぶり返しちゃったし、今回。そうそう、なしたけど、まあまあまあ、ね、それ、じゃあできることやろうとかさ、じゃあできる、なんかいいことね、やろうみたいな風に考え変えて、それをさ、その現状というか現実、病気になってる現実を愚痴ってもしゃあないでしょ。だからそういう風に考えてるようにはしてる。で、まあ今回何を伝えたいかっていうと、まあ、いいことも悪いことも自分に返ってくるよっていうのは、まあ聞くけどさ、まあそうですよね、以外に思ってる方が多いと思うんで、でも強く信じて生きてるやつがここにいるよっていうのはちょっと言いたかったのと、あとは、まあ悪いことが続いたり、ね、ちょっとまあうつ気味というかちょっと闇気に入っちゃってる子なんかも、やっぱ流れを変えれるのは自分だからさ、もちろん人の力は借りていいんだけど、そう、でもやっぱ最終的にスイッチというか、まあ、向くベクトルの向きを変えるのは自分次第かなと思うので、ちょっとね、話を聞いて少し参考になったら嬉しいなと思って喋らせていただきました。はい。ということで、クリスマス全く関係ないですけど、今回はね、こんな感じでございます。で、次回がですね、大晦日なんですよね。はい。最初ね、大晦日生放送やろうかなと思ったんですけど、これ絶対 YouTube とか、まあ、ツイキャスとかされる方多いですね。多いので、絶対通信が安定しないからやめときます。やめときますね。みんな家族と過ごして、ね。だから、まあ、それまでに生放送はどっかでやるとは思うんですけど、まあ生放送に関してはタイミングがあった時にでもぜひね、遊びに来てください。基本的には、顔出しをしない雑談かな。まあ顔出しな、してください。たまに言われるんでしてもいいんですけど、ただ、俺夜にやることが多いからさ、風呂上がりの普通のヒゲ面のおっちゃん映してもしゃあないかなと思って、ね。まあまあ、顔出しなしでやるんですけど。まあ生放送タイミングがあったら来ていただいて、で、来週に関しては、ダラダラジオはもう1年の振り返りですね。2017年こんな感じでしたっていうのを話して、で、翌日の1月1日に2018年の抱負を動画で発表しますので、もしよかったらみんなも決めてみてください。2018年目標立てるといいですよ。もちろん合格とかそういうのもあると思いますけど、何キロ痩せるとかね、構わないと思います。リア充になるでもね、いいと思うんですが、ぜひね、その目標を決めると1年間の指針ができるので、一緒やってみようかなって思う方は一緒にね、やってみましょう。はい、という感じで、ちょっと長くなっちゃいましたが、ここまでね、ご視聴いただき本当にありがとうございました。ではまた来週にお会いしましょう。それじゃあ、なんか違うね。以上です。ありがとうございました。